大しながら全国の有志が必死になって声を上げ続けております。しかも警察は第一発見者のアミューズに取り調べをしておりません。暴露系 YouTuber のバーシーの発言により警察と芸能界の癒着が明るみになりました。